サスクなんですが、皆さん COD モバイルにはベータ版っていうものがあるじゃないですか。中国版サーバーだったり、あとグローバル版サーバーにもテストサーバーっていうのは存在します。そのテストサーバーで登場して、例えば NA45 だったりキロ141だったり、いやこのダメージ絶対リリースされたら荒れるやろとかね、まあ例えば KSP とかね、実際に KSP とか荒れたじゃないですか、ベータ版で。で今回なんですけれども、その RPD の無限弾薬ですね、実はこいつってテストサーバーで登場していた時は確実に荒れるだろうって言われてたんですよね。ですが実際にリリースされてみるとそこまで荒れてなかったんですよね。なんですけれども、海外ではね、実は日本と違う扱いなんですよ、この無限 RPD って。というのもですね、海外のプロゲーマーである WAGさん、だから言うたらトライブっていうチームの選手ですね、その方がね、こちら見てください。これ無限 RPD を紹介していた時に、なんとですね、That's 10, okay. 11, 12, 13, 14. Well, maybe another one?そしてですね、当然見てください、これレジェンド隊なんですよね。この無限 RPD を使って、そしてレジェンド隊でこのような感じのアドバンス UAV でバカみたいにキルを重ねると。確かこれね、核が 2,3 回出てたんじゃないかな。 I don't know how many kills they're at, but it says we're at 25. まあてな感じでね、最終的な戦歴は見てください、これなんとレジェンド隊で100キルの6デスを達成しているんですよね。これとんでもなくないですか。しかもこれスコアもね、多分ね、日本でもね、スコア14000は、レジェンド隊でですよ、レジェンド隊でね、1万超えはね、なかなかいなかったと思う。プロゲーマーでもあまりね、1万スコア超えは見たことがない。さらにこの無限弾薬 RPD、 衝撃的なのがリリースされてからなんと一度も弱体化されてないんですよね。なぜこいつが荒れないのか不思議じゃないですか。まあてな感じで今回はこの傘も使ってきました。当然核も発動してきました。前半で隠れたぞお前ら、前半で隠れた。まあでもね、こういう性能、まあこういう戦力を出せるんだったら、まあホルガー超えはないけど、ホルガーに近い同等レベルの性能はあっていいんじゃないかなと思ってる。はい、ポンと、バイバーイ。ジジイてな感じに早速やっていきましょう。レッツゴー。まあてな感じで早速やっていきましょうか。今回はね、陰キャのお陰キャのようなムーブでもとりあえず核は出しているんで、まあちょっと別にあの核は発動しなくてもいいんですけれども、ちょっとどうしようかな今日。もうあのキルスペアテリティでもね、俺最近思ったのがさ、対空ターレット持ってきてるじゃん。対空ターレット持ってきたらね、なんだかんだやっぱりその何ていうの、キル数燃えにくいからな、対空ターレット持ってくるっていうのは。結局その味方とかを強化するもんですから。ちょっと待って、そのコンテロンが一旦買っちゃって、で境界もやられちゃった。これ多分2階ですね。2階に今レーザーが見えたんで、ちょっと ADS しながら行きましょうか。でちょっとこれ2階のやつ借りたいところですが、もう最悪。さあこれ普段の行いなんでしょうか。ちょっと普段の行いとは信じたくないんですが、これ裏からショートしたんで、なんかおったよね今、このベルリンじゃねえワンちゃんだよね。ヘッドショットですね。ヘッドショット一応3スキルなんですけれども、でもね、ヘッドショットは普段の戦いで狙うようなもんじゃない。狙うようなもんなのは胴体ですね。とりあえず胴体4スキルなんで、胴体でしっかりぶちかましていって、まあ LMG なんでね、なんであいつらあんなに持ってんねや。まあそのなんていうの、 LMG ってもともと射程が長いんで、だから言ってそんなにね、まあ射程とかに振る必要はナッシングいいですね。ちょっとこれあんまりしいっちゃうとまた、いやいやカメだお前、脇を変えるのは良くなかったんじゃねえかよみたいな感じのこと言われてしまいますんで、これ入ってきたな間違いねえ。
で、なぜかここで売ってるんで、こいつを一旦芝居に行ってあげていいですね。これが立ち回りですね、ほんまに。もう立ち回り耳っすよ。で、とりあえずちょっとこれはガソストリバーじゃないか。ガソス、じゃあもう、これ悪いな。お前、ライカム、どこを見てんねん、お前。ちょ、ほんまに見て、ほんまに見て、ほんまに見て。味方を仏のような心で売れたかもしれないからな。さあ、俺、今死んだらやめる。もう来るはず。いやー、ちょ、無理だ、それ、完璧に言われてやん。おい、ライカム、ドキ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 で。で、一旦ここですから壁抜きしてえの。あのね、今回 FHG やったっけ、 FMG やったっけ、あの壁抜きできやすくなるやつ、あれなくても全然壁抜きできるっていうね。で、ここで一旦ちょっと対空してほしいな。いや、あんねんけどな。オッケーオッケー、頑張れ頑張れ頑張れ、お前ら。もうほんまに、まあしゃあないしゃあない。あのね、ランクマッチっていうのはね、キル押し、旗を乗り、旗をダッシュし、そして自分で対空する。お前や、顔出せ。お前はもう死んでいない。ちょっと待って、お前、ほら行け、ライガル。おい、でこい人型でこい、行け、ほら捨てごま。ちょっと、ちょっと、オッケー。で、腰打ちもピンピンなんだよな。言うてね、これ、近距離差をつけるんじゃないよな。ちょっと待って、これどうしよう。いやー、お前、ちょ、どうする。一旦これ、1メモリ取っちゃって、で、あとはもう捨てごまや。これ絶対裏の時間だ、これ間違いない。感じる感じる感じる。オッケー、でも A 取って、なんで A? マジかよ。リアルリー?俺が?これは良くないですね。ちょっと待てよ。おいお前ら、オッケー、対空タイルトライス、ほんまに味方より対空タイルというのが信用できるわ。お、そんなこと言うなよ、ほんまに。じゃあこれ MX ないか、金色してんな。で、これあかんすよ。ちょっと待って、似合おるぞ。いや、だよねだよね。おい、近距離なんかあるっていうのか。お前ドキを邪魔、ほんまに。おい、ちょ、ほんまに、ね、口には気をつけろ。口には気をつけれる実況者ランキング1位よね。2023年はボ、受賞したんで。あー、了解。おい、ホルガーやるか。いやー、これきちいな。なんかレッスンやと思ったらお前かな、スナイパー使ってるやつ。なんてかさ、レッスンだったらスナイパー使い出すやつおるよな、ほんまに。このチームに松岡修造がおったら死刑やったぞ。諦めんなよ、お米食べろとか言われてさ。ちょっと待てよこれ。いや、こんな、いやー、もうほんまにやめて。おいおい、話し合いで解決できんのか。戦争なくそうぜ、この世から。で、まあ俺が言うなって話なんですけど、こいつ絶対、こいつ絶対足音消して登ってきてるな。おい、もうやめろって、雑魚の前よし。ほんまに来て、ほんまに来て。オッケー、一旦買っちゃって。戦車おったな。オッケー、ピンピーム?2人買って。3人買って、まだリロードしなくて。そして、さらに、ここがぶっ壊れ要素。これがぶっ壊れ要素。ちょっと、お前らさ、頼む、来てくれへん。これ、まだ来んな、ホルガー。多分、一旦、かられたやつが、これ、ガソスくせえぞ。ガソスだからプンプンに言おうぜ。お前、ちょー、もうなんでこいつ対空タールと切っとんねん。まあしゃあないしゃあない。で、ビート飛んでおけ。で、お前らここで A クラバカ野郎が、ほんまに脇から言うとんねん。ちょ、今のでバカ野郎でマジでつばったんだ。お前何してんの、ほんまに。バカなのか、てめえは。もう今のね、 COD モバイル Z 世代はね、感謝の気持ちがないんだよな。で、どれ、ちょ、ほんまにキモい、こいつ、マジで。スナイパーでクソザコをキルもできない、耐久もできない、そして脇を変える、お前や害悪。ちょ、もうスナイパー多すぎるー。ということでですね、これ、いったん C、いやー、C 乗ってるけど、これ、でも今回俺、ボスじゃないよな。うわ、終わった、もう最悪ー、危ないー。いいね。で、ピンピンすよ、ピンピンすよ、勃起してきた、勃起してきた。これ、上がってきてな、ワンちゃん。きたロン、これが無限大学の力なんだよな。そして C は取れねえぜ、 C は取らせねえぜ。さあ B と、ここで B と C を守っていこうか。2回、あ、なんか、あ、なにこれ、アイコルス。さあちょっと待てよ、そろそろ IQ さんにね。で、これさ、 IQ さん DM の、ちょっともううっとうしよ、お前。 IQ さんからなんかね、 DM の返信が来なくなったんだよな。なんでだろな。あ、ちょっと下に、ちょ、お前ら下におんぞ、早かるよ、ほんま、ブサイクどもが。顔面偏差値マイナス30にするぞ。で、とりあえずちょっとこれは、うわぁ、2回乗るけど、ちょっと、これほんまやばい。ちょっと、この子供部屋おじさん、何これ、ニート。なあ、リアルでもゲーム内でもイモらんねえねん、ゴミどもが、ほんまに。なあ、お前らマジで頼むから、イモるのはゲーム、リアルだけにしてくれ、ほんまに。子供部屋おじさんが、お母さん泣いてるぞ。で、こうしたら多分子供部屋おじさんが、こいつは出てくるはずないよ。いやー、ちょ、俺のことすらマジで。え、なんでそれで外した。ちょっと、お前、ほんま、待って、やってる。あー、でも、
カトカト前線前線前線、これなんだよな、これなんだよな。今のね普通の RPG だったらリロードしないできなかったんですけども、それが今回の無限弾薬リロードによってですね、無限弾薬リロードってまいよ。アイクだアイク、ちょ待って待って待って、耐えよ耐えよ耐えよ、お前何してんの、耐え、ちょっと待ってか、おばっちょほんまに味方のせいにすんのめよ、ちょ帰れ、おえうなんかあの死んだ後にパッシンとか言ってみろ、お前ふざけてちゃうぞ、おーもうちょっと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 中は死ねとすら、いやーこれで買ったらアマゾンカードを抽選1名様って企画やってんねんけどな、カメのチャンネルで、いやーこれ勝てへんか、いやーこれきつそうやな、まぁ、あ、ちょっと惜しいわこいつら、ほんまにちょっとほんまに、えもうちょほんまもうお前死ねえよこんまに、うっとうしや、さっきからトリックマン引っ掛けてよ、ちょもうほんま邪魔お前、うん、そ届くと思った俺に、そっからこれで亀さんは弱い、亀さんはまだ幼いとかエイムが幼いとか言われても知らん、これで俺が責められるのはほんまに、みんな一番下のやつライガブってやつ、これイライラするからマジで、あごめん、イライラするから通報してくれ、こいつだったら、まあ、てな感じですね、どうだったでしょうか、これからもですねこういったの動画上げていきますのでよろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。